破門法の修行努力など無駄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 モンキーが人間に追いつけるか。お前はこのディオにとってのモンキーなんだよジョジョ。違う、信念さえあれば人間に不可能はない。人間は成長するのだ。してみせる。できないね。貴様はゾンビになるからな。やれ。手が燃えている。手袋に火をつけた。あれなら冷凍法を破れるかもしれない。最後の最後に敗北するのはどちらか今わかるぞってよ。うっしょー。止められたか。いや突き抜ける。ドアへ生きるはずのこのディオが。散滅すべしディオ。この呼吸法だ。波紋使いの貴様を死という暗黒の淵に突き落とす儀式には、やはりこの波紋がふさわしい。波紋、俺の何百倍もの無限の谷底へ溶けて流れ落ちろ。波紋だって。何、石石エイジャの石石。ジョジョはなぜカーズの前に石石をかざしたのか、彼自身理解できなかった。無意識だった。石石が波紋に吸い付くように勝手に動いたと感じた。しかしジョジョの肉体は知っていた。生き抜こうとするジョジョの肉体が動かしたのだ。ジョジョの生命の大車輪がジョジョの直感をプッシュしたのだ。石石は波紋増幅器だった。はっ。そしてそのエネルギーは一気に噴火活動のパワーとなって頂点に達した。岩盤ごと二人が押し上げられた。これは確かに凄まじいパワー。しかしこの数が噴火ごときで消し飛ぶとでも思ったか。ジョジョ、氷に変身して逃れてやる。永遠にさよならだよジョジョ。さすが地球のエネルギー、俺の腕をここまで吹き飛ばしたか。そうカーズ、貴様はこれも計算のうちかジョジョ。トイレ、これも計算のうち。この一瞬がジョジョの切断された腕に気を取られた一瞬がカーズの運命を分けた。避けられるはずの下からの着弾丸にさらに押し上げられた。これも計算のうちかジョジョ。当たり前だぜ、このジョジョは何から何まで計算づくだぜ。本当は違うけど、カーズが悔しがるならこう言ってやるぜ。キー、灼熱の噴出物は地球の動きを脱出して大気圏外まで吹っ飛んでいく。地球のパワーをもってしてもカーズを殺すことはできない。しかし地球はカーズを大気圏外に追放したのだ。
方針ば、バカだ。最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。これより静止時間9秒以内に型をつける。ザ・ワールド。ロードローラーだ。やった。終わったのだ。スタープラチナはついに我がザワールドの元に敗れ去った。なんだ。体の動きが鈍いぞ。違う。動きが鈍いのではない。動けん。バカな。まったく体が動かん。ディオ、11秒経過だぜ。動ける時間はそこまでのようだな。何？俺が時を止めた9秒の時点でな。そして脱出できた。やれやれだぜ。これからてめえをやるのに1秒もかからねえぜ。しかしてめえの場合、全然かわいそうとは思わん。時は動き始めた。このディオにはそれはない。あるのはシンプルな、たった一つの思想だけだ。たった一つ、勝利して支配する。それだけよ。それだけが満足感よ。過程や方法などどうでもよいのだ。そうだ、この血の目つぶしは勝った。死ねえ。おら、このまま朝日を待てば塵になる。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。東方丈介、出しな、てめえのキラークイーンを。クイーン。
いのに。やはり運命はあの殺人鬼に味方しているのか。拳が当たってね。これは空気だ。クッションのように。しかし防御しているのはこの私の意志ではない。そんな余裕はない。ストライキャット、カット。私の人生は最悪の時にいつもそうなんだ。運はこの嫌いを仕掛けに味方してくれるんだ。空気弾が軌道を外れたぞ。貴様は、あなたは、てめえは、奥安だ。いつもよ、不思議に思うんだぜ。俺のこのザ・ハンドで削り取ったものは一体どこへ行っちまうんだろうってな。俺頭悪いから深く考えると頭痛起きるけどよ。なんだって。いや限界だ。押すね、今だ。アクト3、スリーフリーズ。射程距離5メートルに到達しました。 SHIT。 このクソカスどもが。スタープラチナザワール。光一君、君は本当に頼もしいやつだ。この町に来て君と知り合えて本当に良かったと思っているよ。そしてやれやれ間に合ったぜ。時は動き出す。やった、間に合ったぞ。俺は真実を見ているのか。俺は今何かの間違いを見ている。俺は頭を砕かれたジョルノの死体を見ているはずなのだ。こんなのは真実なんかではない。レクイエムだ。あれはジョルノのレクイエム、ゴールドエクスペリエンスレクイエム。ゴールドエクスペリエンスは矢のパワーの先に行ったわ。お前には死んだことを後悔する時間をも与えん。キングクリムゾン、我以外の全ての時間は消し飛ぶ。見える、こいつのスタンドの動きが何をしようとしているのか。完全に予測できるぞ、このカスどもの動きは。ゴールドエクスペリエンスの攻撃はこれで完全に封じられた。数秒後時が開始してもお前の目はもう再びこのディアボロとキングクリムゾンを見ることはない。真実の頂点はこの我が能力にある。やった、勝った。一瞬早いのは俺の方だ。余地はこいつの心臓を完璧にぶち抜いているぞ。未来は我がキングクリムゾンの動きを選んでくれた。終わった。なんだ。
まさかこれは。消し飛ばした時間が逆行しているのか、このレクイエムは。まずい、全てが元に戻っていく。しかし余地はまだこのディアボロの方を選んでくれている。くらえ、ジャルノ・ジョバーナ。なんだ、俺は何を見ているんだ。俺は夢を見ているのか、幻覚を見せられているのか。いや、そんなはずはない。吹っ飛ばした時間の中で動けるのはこのディアボロだけだ。これがレクイエムだ。お前が見ているものは確かに真実だ。確かにお前の能力が実際に起こす動きを見ている。しかし実際に起こる真実に到達することは決してない。私の前に立つ者はどんな能力を持とうと絶対に行くことはない。これがゴールドエクスペリエンスレクイエム。このことは私を操るジョルノ・ジョバーナさえも知ることはない。ジョルノ・ジョバーナ、お前には死んだことを後悔する時間をも与えん。何を喋っているんだ。俺は初めから何も動いていない。俺のこの余地は絶対にこれから起こる真実なんだ。俺の無敵のキングクリムゾンは勝利に向かうはずなんだ。どこへも向かうことはない。特に真実に到達することは決して。このガキが無駄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 。一人で行くのよ、エンポリオ。この先に続く道を。大丈夫、今のあんたならもうできるはず。あんたを逃がすのはアナスイであり、エルメスであり、私の父さん、空城丈太郎。生き延びるのよ、あんたは希望だから。何言ってるのかわからない。まさか。待って、お姉ちゃん。やめて、ロープを早く探り寄せて。奴は疲労する。ここは私が食い止める。来い、プッチ神父、ストーンフリー。これが人類のためなのだ。消えろ、エンポリオ。運命は決まっていて変えられないのなら、お前に変えてもらうことにしたよ。お前の腕が入り口の隙間で僕の頭に押し込んだんだ。ウェザーがお前に殺されるとき、ディスクにして取り出したウェザーリポートの能力、ジョ
ジョリーンお姉ちゃんが僕に持っててくれって授けてくれたディスクだ。神の未明において退ける。お前の行動はエンポリオ、自分の悲鳴をさらに地獄のラッパにするだけのことだった。所詮頭に他人のディスクを入れても、ウェザーの能力はウェザー本人の才能。お前が楽々と自由自在に操れるものではない。そして再び時を加速させた。我が大いなる目的の前でエンポリオ、崩れ落ちる自分の貧弱さを思い知れ。何かまずいぞ。なんだこれは。ウェザーリポート。本で読んだことがある。生物にとって最も身近にある猛毒は空気。ウェザーリポートは天候を操る能力。すでにこの部屋に純粋酸素を大量に集めていたんだ。そして意識を失っていく。 100% の酸素は組織の内部へ。この小僧が。僕の意志じゃない。ウェザーの眠っていた能力だ。あんたがウェザーの記憶を奪い、そしてカタツムリの能力と共に目覚めさせたのはプチ神父あんたなんだ。人の出会いも重力、あんたは因縁が切れなかった。わからないのか、お前は運命に負けたんだ。ほざくなこぞ。僕一人じゃない。僕をここに送り込んだジョリーンお姉ちゃんの意志だ。ウェザーも FF エルメスアナスイ、それにジョータロウさんもだ。みんな未来なんか知らなくても覚悟があった。覚悟ができていなかったのはお前だプッチ。正義の道を歩むことこそ運命なんだ。やめろ。知った風の口を聞いてんじゃないぞ。このちっぽけな小僧が。